のわっしょーい。私たち関西盛り上げたいなにわのやんちゃなお祭り娘みねいです。田村萌です。うちら大阪商業グスです。皆さんゴールデンウィーク楽しんでますか？楽しんでますか？少しですか？あ、楽しんでそう。楽しんでますよ。私たち大阪商業グスはですね、今年も奈良健康ランドさんで水鉄砲バトルを開催させていただくことになりました。そうなんです。バババーン、はい、ババーン。水鉄砲バトルはですね、0歳から12歳までのお子さんが対象になっておりまして、はい、私たち大阪商業グス対子供たち40人で白熱の水鉄砲バトルをするんですけれども、はい、今日の焼酎はですね、うん、その水鉄砲にちなんだ企画をしたいと思います。はあ、その名も、はい、叩いてかぶってじゃんけんポン水鉄砲バージョン。どういうこと？どういうこと？だから、うん、叩いてかぶってじゃんけんもあるじゃない。はいはい。勝った人が叩けるね、うん、あれを叩くんじゃなくて水鉄砲を打つ。あー、打って守ってバン。あー、打って守ってバンね。オッケー。打って守ってバシャーですね。はい、をやりたいと思います。はい、了解です。早速こちらにございます。ワンセットしかないんやって、これ。はい、水鉄砲と誰でもできる。誰でもできるよ。誰でもできるよ。勝った人はこれを持って打つわけですね。うん、打たないですけどね。負けた人はこれ守るとか。ああ、そういうことだ。守るということで、ルールは簡単な。なんで、先に顔がずれたら決着をつけたいと思います。ああ、はいはい、簡単な。簡単。だから一箇所顔がずれた方が勝て。オッケー。じゃあ、だから一回で終わるのか、はたまた守りが強くて断線もするのかとか。ああ、そういうことね。ということで、やっていきたいと思います。それじゃあ準備 OK ですか？はい。じゃあ一発勝負、叩いてかぶってじゃんけん。はい。濡れた方が負け。はい、いきたいと思います。 OK？ はい、いきますよ。じゃあいきます。叩いてかぶってじゃんけんぽい。怖い。すいません、びちょびちょ。後で掃除しよう。はい、怖いよ。ですね、はい、まだ濡れなかったんで。はい。めっちゃ緊張するこれ。コンビクスの叩いてかぶってじゃんけんぽい。あい、どうでしょう。叩いてかぶってじゃんけんぽん水鉄砲バージョン、はい、最初はミレイでした。おー、びしょびしょやー。後で掃除してくださいね。なんで一緒にやりました。一緒にして、一緒にやったことで負けましたけれども、はい、水鉄砲バトルに始まりますけど、そちらの意気込みの方いかがですか？はい、いやいや、まあもうこんなん日じゃないぐらい水鉄砲バトル濡れますし、まあ、子供たちもね来てくれるので、うん、いや、いっぱい力パワーをつけてですね、まあ、子供たちを負けないようにパワーアップして参りたいと思います。イエイ、頑張りましょう。ということで、皆さんもゴールデンウィークもし予定空いてましたら、ぜひ奈良健康ランドさんで楽しい思い出作りましょう。どうぞ。お待ちしております。バイバイ。以上、大阪商業グスでした。ピー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 。そう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 、そっち。